待たせ。ごめんね、いきなり呼び出して。大事なマンション選びだからさ、昔からの親友に一緒に選んでほしいなと思って。付き合ってくれてありがとう。この辺り春になると緑がいっぱいなんだって。総世帯数198戸のビッグコミュニティで、ファミリー世帯が多いから家族で住むのも安心だよ。いや、一人だよ。こういうのは先を見据えて選ぶんだって。おお、ブラックな玄関かっこよくない？あ、なんだろうこれ。あ、石だ。なるほど、ここに座って靴の脱ぎ履きができるんだ。あー、ヒールが高い靴の時とかこれ嬉しいね。こういう細やかな気配りって素敵だよね。綺麗だね。やっぱ築浅っていいよね。女はある程度年を重ねてからの方がいいけど、物件は築浅に限るね。日当たりが良くて明るいリビング、あ、につながって和室がある。いいわ、和室いいわ。収納も広い。どんな部屋にしようかな。家具とかどう置こうかな。ね、遊びにおいでよ。お泊まり会しようよ。いつ来る？あ、まだ私の部屋じゃないけどさ。ね、こういうオープン型のキッチンってさ、ダイニングとつながれて楽しくていいね。みんなも呼んでさ、女子会とかホームパーティーとかしようよ。キッチンも広くて使い勝手良さそうだからさ、みんなで料理とかできるね。キャッ！ねえ、ここのお風呂さ、広いし、デザイン超可愛くない？これは毎日癒されるな。もう一つの洋室を寝室にして、この部屋は仕事部屋かな。あ、それか彼氏ができた時にその彼が住む部屋とか。予定はないけど、そのうちできるからいいの。なんかそのうち。ここいいよね。だよね。うかうかしてたら取られちゃうもんね。決めちゃおっかな。じゃあさ、すぐ近くにニトリがあるんだけど、今から新しい家具選ぶのも付き合ってくんない？いいじゃん、行こう。